はい、それではね、皆さんお待たせしました。いよいよね、3つ目のグループになります、山伏の皆さんです、ね、皆さん拍手よろしく、声援よろしく、はい、どうぞ。
はい、そしてですね、ギターとメインのボーカルの方を担当しております八幡上さんパンやつさみちゃんです。よろしくお願いします。ミッチャー。そして今日はもう一人ですね、あの山口大体2人でですね、ギター2本でやってるんですけど、今日はですねカホンですね、叩いてもらってます。下手貴弘くんです。かっこいいですね。ゆずかん、かっちゃん。はい、先ほどの曲はですね、実はあの春の草原というですね山伏オリジナルの曲になっておりまして、仙丁原をですねイメージした曲です。よかった。よかったですか。あの森の熊さんが出てくる可愛らしい曲なんですよ。ぜひ子供たちにも覚えていただきたい歌ですね。そうですね、春の草原、夏ですけど、夏ですけど、はい、いつでも春の草原です。では続きまして2曲目に行きたいと思います。はい、続いての2曲目ですね、皆さんご存知だと思います。皆さんご存知のよく知ってる曲だと思います。ぜひよろしくお願いします。ぜひ知ってたら一緒に歌ってください。よろしくお願いします。はい、
を放された盆踊りということで、皆様も今日がどんな感じになるのかなっていう感じもあったと思いますけども、私たちも今回はここで歌わせていただくことになりまして、非常に楽しみにやってさせていただきました。で、まあ小学校の方が忘れてないものがあるかと思ってちょっとやらせていただきました。ぜひ皆さんの胸にも届けて、今後とも八千代の魂を持ち続けていけたらいいなと思ってます。ありがとうございました。はい、先ほど八千代学校校歌、はい、続きましてはですね、中島みゆきの作詞作曲糸というですね曲を歌いたいと思います。オリジナルの君の手をですね歌って終わりにしたいと思います。では皆さん盛り上げてください。よろしくお願いします。